冬にバラって書いて冬装備って読むんだって。うわあ、また警察か。怪我したらしいのよ、喧嘩して。群れてりゃ虚勢張れるし、それだけなら邪魔なんだよ。何をやっても中途半端な青年。あんた背筋がゾッとしたことなんてないでしょ。そんなある日、日常が壊れ始める。自分で気づくの待ってんだけどね。俺が殺すから。俺さ、ひでえことしてきたかなって。これからはするな。大丈夫かよ親父。気遣いはいらない、自分を気遣え。心の欠損を抱えた夜べなき者たちが織りなす人間ドラマ。なんで冬装備。どこに流れ着くのか。